坂井流星ジョッキーとスキルビング大丈夫か？とても心配してます。どうか無事でありますように。どうも。障害収支マイナス2億円くんです。昨日の動画でですね、まあ、今日の日本ダービーの予想を発表したんですけども、その予想が見事外れましてですね。まあですから、もし僕が馬券を買っていたとしたら、めちゃくちゃ負けてたことになるんですけど、買いました。馬券を、あ、買いました。ソウルオリエンス届かずか、くそー。悔しい。見てましたよ。ねえ。タスティエラ？タティスエラ？わからんけど。かー。ほんでね、3着が1か11でしょ？今まだ審議や。ちょっとまだ出てない結果。もう今すぐ取ってるから、これ。え？ベラジオオペラかハーツコンチェルト？どっちも勝ってない！どっちも選んでへんよ。3連勝ならず、久しぶりのボケやな。ちょっとね、まあ、冒頭にも言いましたけど、心配事はね、あって、そこは僕は茶化すつもりは一切ないんですけど、ねえ、全員、全馬、無事に、終えたらいいんですけども、きついね。もう、競馬引退します。燃え尽きました。まあ正直ね、僕、ダービーが一番好きなんですよ。で、結構、マジでな、マジでダービーのことばっか考えてたんですけど、今週。あかんか。ちょっと待って、着順出たかな。ちょっと着順出たか見ます。ね。ハーツコンチェルトやって、誰やねん！飛ぼかな。というわけで、ま、本当に僕は、これにて、競馬人生終了。そして芸人も引退。すべてやめます。YouTube もやめます。はい。焼肉屋継ぎます。僕のこと知ってる人は焼肉屋来ないでください。以上です。皆さんは競馬頑張ってください。来週もまた見てくださいね。じゃんけんポン！でーへーへー。